ましての方も初めてじゃない方もしっぽと申します。よろしくお願いします。とりあえず最初5曲ねって言ってて、あの旦那カバーオリジナルの私の曲っていうのがどうしても自分の中にないので暗記できないらしいんですよ、うん、であのバンドの曲だったら十何曲とか暗記して普通に譜面なしで弾いてるくせに覚えられない、うん、ということで4曲でストップしたんですね。なので1曲はとりあえず自分一人でやろうということで、で明るい歌と暗い歌どっちがいいですか。暗い歌。じゃあ暗い方でいきます。暗い方で。よし。では曲名に歌うことというオリジナルを。Thank you.
これからは旦那のサポートということで。さっきのネタはあったよね。うん、これから話そう。うん、どうぞ。あのですね、好きな音楽は何ですか？そうか、聞くじゃないですか。それそれ。これは会話の糸口をですね、探ってるんですよ。で、なんかね、こう、共通なんか、それすごい、俺も同じですよとか言ったら、こう、ミスってもなんか、ね、共感性でなんとかなったり。その辺を狙ってるんですけどね。まあ、僕は音楽を始めたきっかけっていうのは、まあ、ビートルズでって世間じゃ嘘吹いてますけど、本当はベイシティーオンラジオ。逃れられません。ベイシティーオンラジオ。ご存知ですか？若い人は知らないでしょ？ベイシティーオンラジオね。昭和9年にチェックチェック。そうそう、チェックチェック。チェックチェック。ひたすらチェック。最初のチェックはベイシティーオンラジオ。そうそう、ベイシティーオンラジオ。で、まあ、まあ、よくあるじゃないですか、若い頃。気になる女の子がいたら、どうやって会話の糸口探ろうかなって。ね、趣味何とか聞くんですよね。一番困るのは野球観戦。ね、先ほどもね、ワールドベースボールベースボールクラシック。最近覚えたんですよ、このことが。知らなかったんです。WBC。ね、職場の人に WBC 盛り上がってますよね。何それ、世界なんとか機構。真顔で答えましたね。マジか。ちょっと待った、いや、ちょっとその素人漫才か。え、まあ、そう、あの2人でやるとね、夫婦漫才って言うあんま面白いこと言えないんですよ。そう、はい、旦那がひたすら面白いこと言ってくれて、私は相槌上手。私、うなずきトリオの一人です。今日はね、絶好調だよ、喋りますよね、俺ね、うん、そんだけ心模様がどっかおかしいってことなんですけどね。違う意味でものすごい緊張してるんですよ。でね、たまに行くね、病院の先生に言ったらね、お薬の量を増やされるパターンで、ね。はい、で、何をやるんだっけ？22分。なんで月に違うやん、めくってるページ。何、白い珊瑚礁。知らんわ、そんなの。あの、まあ、余談なんですけどね、あの、最近ですね、僕個人的にはですね、あのライブ地獄ってのありましてね、あっちこっちちょっとお前ベース弾いてくれ、あいいよつったら、なんか12曲グループサウンズ覚えてることね、うん、あの先ほども言ったんですけど、僕脳みその容量が128キロバイトだったんです。その12曲と自分のバンドの曲とこの人の曲を覚えたら、もう124キロバイトぐらい使ってるんですよね。今残りの4キロバイトで喋ってるんで、ちょっと何かもしれないですけど、まあ行ってみましょうか。歌いづらいわ。はい、どうぞ。はい、
はそのさっき松尾さんが言われてた高校生の時に昭和に通っておりました、うん、通ってた時に歌ってたシンガーの方々たくさんいらっしゃったんですけど、ぶっちゃけその見た時にあすげえと思って、うん、こんな風になりたいとは思わなかった、あ無理と思ったんですそこから伸びないんです全然でもこの今の曲はその当時歌ってた方々に向けて作ったような曲なんですよね。で、うん、あなたの知らない誰かっていうのはそれが私のことですね、あなたは知らないけど私の心には残ってるよっていう意味がある曲だったんですね、うん、だからちょっと松尾さんと一緒にっていうのはすごいちょっと今日は感動してます。あなたじゃないから私あるから、あーって納得した、納得したね、心あるよ、うん、そうね、ハートフルヒロシちゃんって言われてる、うーん、チンがないね、チンはミチやね、ミチですね、はい、では次はミチという曲を、どうでもいいんですけどね、はい、フレットレス持ってきて今後悔してる、うん、コード見ながらフレットを見るって、フレットライン見るってちょっと至難の技やね、うん、今気づいたわ。なんで今日になってフレットにしました昨日までフレット付け弾いてたじゃん。実はね、これね、フレットちょっと偉そうに見えるでしょちょっと恥ずかそうに見えるでしょ底上げ、上げ族とも言いますよね、上げ族、女性がほら胸でパッともらうのと一緒、うん、どうでもいいな、うん、入ってみる、よろしいですか、はい鮮やか
なんでいいの？喋るって言われるとね、うん、なかなか出てこないもんでね。僕が制作に携わりましたとか。は？月越え。なんかそれすっげーなんか俺上から物言ってるような感じになる。嫌だ。次の曲は月越えっていう曲なんですけど、ほらなんか面白いこと言えなくなっちゃったやん。面白いこと、うん、はいどうぞはいどうぞってね、言うてるんだからそれを職業にしてるってもういいよ、ね、できたと思うんだけどね。できませんねほら人間がシリアスやけん、チンがないほら滑ったやん、はい、行こう、はい、あなただよ。Thank you.
アゲインという曲なんですけど、これ実はその、まあ、さっき生姜言ってて、あ無理と思った時点で普通はやめるんですけど、ちょうど旦那がバンド活動をやっておりまして、で私がギターを一応弾いてたっていうのを知ってたので、でアコースティックの弾き語りの場があって、そこに行ってみたい行ってみたいって言って連れて行ってもらって、一緒についてきてもらって行って、その時にお前もやってみればっていう一言から始まったんですね。で最初はいや無理って言ってたんですけど、ね、この部分だけちょっとすごい話でしょ。でもね、普段ね家庭のこと顧みずね音楽ばっかりやってる僕はね、この人も音楽ねやってくれたらね少しは気にね罪悪感が薄いと思ってるのが13年前かな13年ぐらい前に、それで歌い出して、で最初何をやるって言った時に、まあ、だ自分のバンドの、バラード曲になるからそれカバーして宣伝しろって最初言われて、じゃあそれならやってみようってやりだして、で初めてオリジナルを作ろうと思ったわけじゃなく、ふっとオリジナルがぴょこっと降ってきて、それがこの最後に今から歌う曲なんですけど、この曲に出てくる、そのこの曲を作った時に思い出したのは、それこそ本当に昭和の皆さんだったんですね。で歌詞にあなたの歌とかが出てくるんですけど、それはもうみんな昭和で歌ってらした、その当時のシンガーの方々がモデルになってます。では最後の曲です。よろしいでしょうか。よろしいですか。間違えたらやり直す。あ、そう、はい、やり直して。